そろそろ葉っぱもですね、枯れて落ちてしまいましたけども、これが12月七宿の夜祭りでございます。普段ですともうちょっと寒いんですけども、今日はまた昨日まで降ってた雨が午前中で上がっていただきまして、寒かったんだけどもだんだんいい陽気になってまいりました。秩父の夜祭りというのはですね、地酒の、秩父のお酒を飲みながら温まって街中行くのが本当のお祭りでございますけども、はーという吐く息がですね本当に真っ白になって、もう手もかじかんでしまうというこの秩父の方言ですけども、その冷たさの中をやるのが秩父の夜祭りでございます。で、お祭りにですね年に一度皆さんこの太鼓を叩く連中が皆さん家族を持ってまして遠くに出てます。東京に行ってるものもあれば千葉、神奈川、そして遠くは福井県の方まで行ってますけども、その連中もお祭りが好きでやはり年に一度帰ってまいります。おそらく2日3日ぐらい前帰ってきた連中もいると思いますけども、久々にお袋と会いで秩父の切り込みと、あるいは水遁積みっこと言いますけどね、あとはたわし餅、これはたわし餅っていうのはこのお好み焼きの元祖でございまして、フライパンで油で揚げて、小麦粉を揚げる、それが秩父の、ごちそうでございまして、こたつを囲んでおそらく家族だんだんで懐かしい話をしながら舌包みを打ったんではないでしょうか。毎年1年に1度はそういうふうに里帰りはお正月よりも夜祭りに帰ってくる方が多いんです。というのはこの太鼓をはたきに来るんです。私たち秩父人は夜祭りに明けて夜祭りに暮れていきます。1年の計は夜祭りにあります。この秩父夜祭りというのは、日本三大曳山祭りでございまして、京都の祇園、飛騨の高山、そして秩父の夜祭りでございます。今年は東日本の大震災がありまして大変日本中が落ち込んだ、年でございました。人の我慢はこれほどまで我慢しなくてはいけないかとか、あるいは、贅沢とはどんなところから贅沢かと、東北の人を1ヶ月見てまいりましたけども、家もなく家族も引き離され、そして自分の人権もなくなって、みんな証明されるものもなく医者もなく慢性病の人がまた二次災害で倒れていった、そんなのを見てまいりましたけどもね、やはり東北からお祭りが復興してまいりました。これはお祭りをやっては不謹慎だという意見もあったそうでございますけども、お祭りをやることによって気持ちを一つにし、そして元気を取り戻そうではないかと、今年の夏は東北三大祭りも盛大に行われました。今日もおそらく秩父には福島の方から来ている方が結構多いんですけども、福島の方たちもそうです、皆さんうちはあっても放射能でやられまして、そのあったうちに帰れないというのは非常に悲しい思いがあるはずです。家族が引き裂かれて、そしてうちに帰れない、他人のうちで過ごす、その辛さしみじみとじっくり分かります。ですから私たちもこうしたお祭りで日本を元気づける、これ一端を担おうではないか。秩父夜祭りは日本三大夜祭りでございますので、ぜひとも皆さんこの秩父人の心意気を、聞いていただきたいと思います。本日最後の演奏でございますけども、ちょっとバッチのさばき手をご紹介しますけど、一番向こうの女の子はまだ小学校の3年生です。こうした小さいうちからですね、このお祭りバッチの音を覚えて大きくなるまで皆さん40年間この同じ舞台でやってますけども、非常に皆さん本気です。でこの大太鼓ですね、お太鼓を今度はたく男の子、ちょっと顔出してください。この子はあの女の子と兄弟です。6年生です。で今度は大太鼓をちょっと紹介しますけど、この大太鼓ですね、昨年新調しまして、これは石川県の金沢の名工が張り替えておりますけど、中に金箔が施されております。亀の甲羅の形で彫ってあります。その金箔をなぜ施したかと言いますと、この金箔がいい音を出すんです。
硬い音でなく柔らかい音でなく、そして本当に皆さんのお耳の聞き心地のいい音で出します。で、大太鼓は海の大波と小波をかたどっておりまして、打っては引いては打つ、その連続でございます。非常に力強いリズムですから、お腹を壊さないようにどの前の方よろしくお願いいたします。で、今度は小太鼓ですけども、4本あります。この一番こちらの小太鼓ちょっと硬く張っておりますけども、出しが街角で回転をするときに、奏でられる奏法で、玉入れという奏法です。コロ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 と大変小気味のいい音です。手首の技でございまして、3年から5年練習がかかります。非常に難しい技です。今日の連中はですね、全員がこの夜祭りのこれから出しに乗り込む連中でございまして、腕によりのある連中でございますので、迫力のある秩父屋台囃子、街中ではですね、はたいておるところは全然聞こえません。出しは見えますけども、こうした人たちが力強く屋台囃子をはたきまして、出しを運行しておると思ってください。それでは行きましょう。屋台囃子どうぞ。
は一気に小田美所方向に向かって進みます。素晴らしい玉入れに拍手を。Thank you.
こんなにたくさんのお客様が、秩父の夜祭り、ね、見に来ていただきまして、全国各地のお客様ありがとうございました。礼、この屋台馬市のですね、私のナレーション入りでこの資料を出してますけど、もしよろしかったらお声をまたせていただいて、お客様あたり申し上げます。これからお祭りは寒くなってまいりますので、どうか風邪などひかないよう温まってお出かけいただきたいと思います。この正面の中見線を、の通路を越えましてですね、右に行き止まりを左に降りますと秩父鉄道の線路に当たりますので、その線路を越えてまっすぐ行きまして突き当たりが大通りで出しが見られます。とにかくこの中見線を降りたらまっすぐ左に行ってください。突き当たったら大通りで出しが見られます。で、この中見線を左に降りて秩父鉄道の線路を渡ってすぐの十字路を右に曲がって、その突き当たりが秩父神社です。だからどちらに行っても突き当たりまで行けば出しが見られます。どうぞごゆっくりとお過ごしいただきたいと思います。あと、このオーロラビジョンですね、今晩まだずっと放映しておりますので、どうぞ、お祭りの随所随所秩父のいいところに伝えております。ゆっくりご覧いただきたいと思います。ありがとうございました。最終公演の終了です。